ロード59新時代ラジオトーク。ロード59篠の恵み柳バクト役の君沢ゆきです。ロード59白狼組氷室翔役の砂川修也です。始まりました、ロード59新時代ラジオトーク。この番組は武士ロードが送る新時代人気エンターテインメント、ロード59新時代人気トークの魅力や最新情報をお伝えしていきたいと思います。ロード59新時代人気トークとは、武士ロードがお送りする新時代の人気者がテーマの新たなメディアミックスプロジェクトです。欲望が渦巻く街でそれぞれの組織の思惑が交錯しぶつかり合う、互いの信念と生き様をかけた戦いに注目です。ギリギリだったなということで第37回となりました。オッケー、ギリギリなんたってギリギリだって大晦日だから。そうです、ね、もうみんなギリギリだよ。何でも許してくれる今。そう、今何でもいい。はい、だから僕たち今日二人ともまた裸で、はい、裸のスタイルでやらせていただいてます、はい、許してくれるから。いや、やっぱり年末はやっぱ最初の気持ちを忘れず裸でいこうということで、はい、うん、あ、1年早いですね。早い。いや、大晦日ですよ。早いのか、遅いのか。遅いのか。そう、いや、自分遅く感じたかもしれないです。あ、逆にね、はい、もういろんなことがありましたからね。あったなと思って。確かに今年は、はい、だって今年のだから4月の9日で第0回配信があって、はい、その23日からもうずっとやってるわけですから、おー、そういう意味ではもう我々歴史を積んできましたからね。いやー、いつになったら噛まなくなるんですか。もう一番目から読んでたやつ、今37回やってちゃんとまだやってるのをずっと減ってきたのを噛む、やばいよって、はい、これが一周回って僕は成長だと思う。成長あえてのね。いやいや、でも年内最後の配信も楽しく、はい、一緒に道なき道を進んでいきましょう。ロード59新時代ラジオトークスタート。ロード59新時代ラジオトーク。ここからはふつおたを読んでいきましょう。砂、お願いします。はい、姉子の山田のオロチ丸さん、ラジオトークの皆さん、こんにちは。こんにちは。2021年ももう終わりますね。お二人は今年目標にしていたことをやり遂げられなかったことや、やっておきたかった、途中まではやっていたけどやりきれなかったことなどはありますか。すごく気になるのでぜひお聞かせください。私は天界区民の力で県政様をラジオトークに呼べなかったことです。来年こそは呼べるようにと全力でエールを送り続けます。今後の展開も楽しみにしています。なるほど。今年目標にしていたけど、うん、まあ、やり遂げられなかったこと、もしくはまあやってる最中のことですか、はい、何だろう。なんだろうね。なんかやり残したことあるっけな。なんか結構そう、いろいろやらさせていただいて達成できたことが多いから、やり遂げられなかったことはなんだろうね。あ、お嬢の寄り道ラジオを乗っ取って2枠ともうちらにするってことはできなかったの。ジャックしちゃう。もう監禁しとく。いや、おもろいな。それは何かありますか、砂。まあ、自分はテレビかな。なんか家電の話ばっかなんだけど、僕はテレビ壊れちゃったんですよ、あの今年の始まりぐらいですかね、つかなくなったんですけど。そうなんだ。テレビがちょっと治っちゃって、逆に。あ、そう、調子は悪いんですよ。だけどテレビはだからもういつかダメになるからもう買い替えようっていうのがもう1年ずっと続いてるんで、完全にできなかったことかなって思ってます。その度にテレビが空気読んでちょっと、あ、いや、まだ自分いけますみたいな。そうそうそう、やっぱテレビ頑張っちゃうんですよ。買い替えるっていうあのオーラを出しちゃうと。そんなに気持ちって届くの、電化製品に。そうそう、届きますよ。すごいね。結構みんな言いません、テレビって買い替えようとしたら治るんですって。みんな言いません、本当に、うん、俺は逆にあの置いといて、あの加湿と暖房が出るちっちゃいなんかヒーターみたいな、はいはいはい、音符出るやつなんだけど、あれも調子悪くて、すぐあの地震を感知してピカピカピカってなるから、もうダメだなっつって、買い替えるからな、いや本当に買い替えるよって言って本当に買い替えた。頑張らなかったんだ。同じでした。何にも頑張らなかった。もう一頑張りしなかった。もう全然ずっとカラータイマーになっちゃったピカピカっつって、ずっと地震ってたから。あら、そうですね。そう、じゃあ今年なんかでも2021年の目標を立ててて、その目標って覚えてますか？ああ。なんかよく言うじゃない、年始に、
これをやりますみたいな。僕はあの、うん、与えられたことをちゃんとやる。いや深いよこれ。深いよ。これはね、あの某先輩にも言われたんですけど。あ、なるほどね。はい、与えられた仕事をちゃんとやればうまくいくからって言われて、うん、あでもそうかもね、目標立てましたね。あ、じゃあ与えられたことはちゃんと真摯に向き合ってやろうっていう。あ、なるほどね。はい、いやでも素晴らしいことだと思うよ。うん、まあ自分がやりたいこともあるけど、やっぱ人からいただけるものっていうのはさ、はい、きっと期待をしてくださって頼んでくださってるもんだから、それに応えられてることはもういいね。来年きっといいことありますよ。あなた。いいことありますね。きっと。俺はなんだろうな、あでもシンプルかもしれないけど、うん、その健康、とにかくあの健康、怪我なく体調を崩すことなく、うん、あのでもし何かあったとしてもそれをリカバリーできるように、うん、人間なんかもう健康だったら何でもできるんですよ、うん、もうラジオだってできるし、こうやって裸にもなれるし何でもできるんで、やっぱそれだけは本当にハードな舞台もねお互いあったりするから、はい、その中でも高いフィジカルを維持できるように頑張ろうと思ってやりましたがね、うん、今年は。あ、確かに健康って僕考えたことなかったな。あ、そうなんだ、うん、割と無敵と思ってるんですごいね。これがみんな若さだよ。でもやばいと思ってるんですよ僕。健康診断ももう、うん、あの多分高校ぐらい、中学生ぐらいからやってないですし。中学校の健康診断って義務教育のやつ。あれ以来やってないかはちょっと。ああ、そうだね。ちゃんと、まあちょっとそういうのもね、お互い、じゃあ お互いのじゃあ今年の目標を、じゃあ来年の目標にしても面白いですし。いいです ね, ね、健康を目標にしようじゃあ。いや、皆さんもぜひいろんなこと今年どうだったかなと振り返ってほしいなと思います、うん、はい。では続いてこちら、ラジオネームコシルスさん、姉子の方です。はい、君沢さん、砂川さん、こんにちは。こんにちは。突然ですが、お二人は最近とても焦ったことってありますか？というのも、本日お恥ずかしながら私は寝坊をしてしまいました。朝起きて時間を見たときはまさしく血の気が引きました、人に見せられないくらい慌ただしく朝の支度をして、なんとか遅刻はせずに出社できそうなので移動中にこのお便りを書いてます。いや余裕ありえないかい。ただ朝ごはんが食べられなかったので出社したら何か食べようと思います、とのことです。はい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 、なんか記憶に残ってる寝坊とかあります？僕寝坊しかしない。いたよコシルさん、味方が。寝坊しかしないから。え、だってさ、うん、アラームかけてたら絶対起きるでしょ。でも、あ、一回、いやでも起きない時ってあるんですよやっぱり。アラーム、はい、アラームを無視してなったって、もう携帯に起こる時あります。自分鳴らしましたよみたいな。携帯も。あ、そう。そうなんですよね。でも、うん、あの最近とても焦ったって言ってるじゃないですか、うん、僕本当に結構やばい、まあ仕事遅刻しちゃまずいっていう仕事を、うん、一回やっちゃったことあって、これマジで言うべきことじゃないかもしれない。いや、まあでも人間だからありますよ。そんなことは。遅刻しちゃいけないっていうか、うん、このグループ の, あの空気的に今遅刻したらやばいって、やばいって、そうそう、その時にもう集合時間に起きちゃって。はい、終わったね。終わったってなるじゃないですか。終わったってなるよね。人間って、僕焦ったらこうなるんだっていうのがあって、起きて時計見て、あ、無理だってなって携帯投げて、僕踊ってました。人間って焦ったらそうなんですよ。ぶっ壊れてんじゃん。本当に。いや、急いで服着るわけでもなく、うん、顔洗うわけでもなく、なんか携帯ぶん投げて踊ってたの。で、10秒ぐらい踊った後にやばいやばいやばいってなって。究極のエンターテインメントかもね、それ。いや誰もいないから誰も見てないっすよ。でも踊っちゃうんすよ。いやでもそれちょっとやってみたいな。こうドッキリで針をこと進めといて、素直にカメラ回しといて、ちょっとあ今日もやった時にこう踊る素直こう。何回かまあ寝坊とかありますけど、うん、あの一生に一度でした。それはそこまでのね、はい。いやでもそれはあるよ。俺も一緒に一回から、それはやっぱ、うん、起きたらそのドラマのもう集合時間だったみたいな、現地に。で電車で1時間半ぐらいかかるから、うん、もう物理的に無理じゃん。もう1時間半遅刻決定。あ、もう1時間半遅刻決定。俺踊ったかもな、俺もな。とりあえずずっと川眺めてたよね、電車でこう。あ、飛び降りたらなんとかなんとかなみたいな。いや本当に、あのしょうがないですね。もうそういう時はね、誠意を込めて謝る。本当にそれ謝り倒しましたよ、本当に。そうだね。はい。で、なんかあと他に今年の失敗エピソードみたいなのは、うん、
ありますか、なんか今年か、うん、今年は割と僕はなんか、うーん、うまくいってたのかなって思う、うん、舞台本番中とかなかった？あ、髪がちなんで。ああ、そうなんだ。髪がち俳優なんで、うん、あんま噛んでるイメージないけどねあの頭がそっちに行っちゃうと噛んじゃうんですよ、本当に。あ、そう、意識しちゃうと噛むといけないって。あ、でもそういうもん、そういうもん、集中してたらいけるんですけどなんかあのピンスポバーン当たってる時に、うん、もう本当に舞台の最初っすよ、うん、もうバーン当たって、うん、一人でこう、もう土線っていうか、まあ、ほぼセンターで、うん、こう前を見てちょっと長いセリフを喋るっていうところで、うん、一番最初ピンスポで噛みました僕は。え、マジで？もう地獄でした逃れらんない、ね、噛んでる人ここですみたいなもうあれはあんな思いしたくないと思いました。いや、でも許してほしいよね、噛むのも。人間もさ、普段喋っててもさ、ラジオでも噛んだりするじゃん、はい、こういう風にします、ね、だから噛むんだよ人間っていや、そうなんですよ。いや、誰も文句は言わなかったけど誰も文句は言ってこなかったですけどそうだね、まあ確かに逃れらんないし、うん、あ、なんだろう、俺も本番中で言うと、うん、ロード59じゃない舞台なんですけども、はい、だから右手から必殺技を出すみたいな。でそれがあのボタン式で電池が入ってて、バーって光が青く光るんですよ、バーっとね。でわーっていくんですけども、はい、いけーみたいな感じでいく、はいはい、前にそのアクションをして最後の最後で追い込まれた時にガチャって自分でスイッチを入れてわーっていくんですけど、最初に飛び出してきてその敵から守るんですよ、味方をガシって。でその最後にやるんですけど、ガシって守った瞬間にカンカラカランカランって電池が落ちてくるのが見えて、あ、もう終わったな俺、この後絶対出ない必殺技だって思ってうわ、いやいや、それもそうなのに、味方大丈夫かお前みたいな、いやお前だろって思いながら心の中で、ああ終わったって思いながら。いや、そういうのってできればその場で、はい、知りたいですよね。なんていうんですか、あの、はい、もう事前にもう出ないの知っちゃったら、もう頭そっちに行くじゃないですか。あーあって思いながら、もう分かんないけど何かが聞かれると思ってくらいいよーって出したよね。何かを、ね、もしかしたら別だかもしれない本当に。そう、なんかオーラ的な光出ろみたいないや、みんなに見えたのと思って。見えてかな、大丈夫かないや、ありますね、そんなことはね。でも皆さん失敗があってもね、うん、そこのその後のフォローがきっと大事なんで、はい、きっとそれが来年に成長になると思いますんで、たくさん失敗していきましょう。はい、はい、では番組ではメッセージや質問など普通歌を募集しておりますよ。投稿フォームは公式ホームページをチェックしてくださいね。ロード59新時代ラジオトーク。Ladies and gentlemen、 個人的アワード2021年ももう終わりということで、我々が今年表彰したいものや人を発表しまして、個人的な賞を勝手に送りたいと思います。 Ladies and gentlemen、 yeah, Ladies and gentlemen、 gentlemen ladies、 yeah. いやー、もう年末ですから、はい、いろんなことがあった中で、うん、やはりこれは素晴らしかったなとか、うん、これはああだったなみたいなことにちょっとね、うん、勝手に表彰して祝っちゃおうじゃないか、ね、なんかありますか。僕らで、え、僕らで やっちゃいます。もう勝手に祝って、はい、もう心を込めておめでとうと、はい、いや、いいですね、なんかあの、ね、年末のあれみたい、いいですね、特番みたい、特番。もう今レッドカーペット聞いてくれてますからね。あ、なるほど、なるほど、 ありがとうございます。レッドカーペット朝前に服着た方がいいですか、すみません、ごめんなさい、着ますね、服は着ろってでは早速ですが、はい、まずこちらでございます、はい、ロード59カンパニーの中で、はい、今年最も笑わせてもらった賞、パチ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 。いやー、いろんな笑いが湧きました。湧きました。シリアスなシーンが多かった分、笑いもたくさんあった。一番笑わせてもらった賞。はい。じゃあ私から発表しましょうか。はい。お願いします。では発表します。はい。私の今年最も笑わせてもらった賞は、ベネディクトさんのリアクション芸です。 おめでとうございます。どうもどうもありがとう、ベネディクトさん、どうもありがとう、どうも、一瞬来てくれましたね、ベネディクトさん、ありがとうね、ベネちゃん。いやー、だって理由はさ、うん、もうあれだけ毎日リアクションを変えて、うん、細かいところ、台本には一つも書いてないのに、確かにあの幅を出したというか、すごい、
遊びを出して素晴らしいです。もうほんと首が90度曲がってる人がありましたからね、はい、バキバキってこうまあいいでしょっつっていいでしょっつってこう90度結構だよな、行っちゃってる時ありましたからやっぱあれはもうある意味エンターテイメント、いや素晴らしいです、だったらもう袖でみんな楽しみにしてましたから、これをもうベニックス様にお届けしたいなと思っております、はい、では続いて砂川さん参りましょう、はい、発表します。私の今年最も笑わせてもらったでしょうは、君沢勇気です。お、何ですかその意外な展開、ドッキリですか、ドッキリですか。いや、これはちゃんとありますよ。何ですか理由も。あのですね、僕、まあ、もちろんこのラジオでたくさん僕も笑わせてもらったんですけど、はいはいはい、多分これはあの座組全員が思ってます。きっと笑わせてもらったっていうのももしかしたら笑顔にさせてもらったでしょうかもしれないです。あら、はい、間違いないです。それは皆さんが思ってるので、僕からというよりももしかしたらロード59全員からかもしれないです。はい、ちょっとやだ嬉しいんですけど本当にそんな、いやありがとうございます。いやでもそれは違うね、みんなが頑張っててみんなが素敵だから一緒にこう笑いたいだけなんですよ私は。またはい、本当に謙虚でしょう。でもあげましょうか、今好感度も上がってる上がってるぐいぐいぐいそんなこと言うと下がるんでいやいや、でも確かにね、砂とは散々今年のラジオでも一緒に笑ってきましたから、そうですね、そういう意味では僕も砂ですよ。ありがとうございます。ありがとう、本当にダブル受賞です。ダブル受賞どうもありがとうありがとう、ありがとう。さあ続いての賞に参りたいと思います、はい、うん、ではこちら、うん、ラジオトークで特に印象に残っている出来事賞、こちらラジオトーク内での出来事やお互いの発した言葉など、はい、あの印象に強く残っていることを、うん、まあ、称えたいなという賞でございます、はい、では早速私から参りたいと思います、はい、では発表します。私のラジオトークで特に印象に残っている出来事賞は、我らがスナの即興の歌でございます。よっしゃいや、いや、これは皆さん納得ではないでしょうか。あ、いや、ぜひね、これはすぐ用意できるか分かんないんですけど、オンエアで聞けるんだったらもう一度年末に一つ聞いてほしいぐらいおあのジングルは、いや、いや、ファーストシングル賞取っちゃったファーストジングルな、ファーストジングル、ファーストジングル、シングルぐらいは歌ってないけど来て来て来て、いや、毎週フライデー、うん、みんなの癒し系、うん、ちょっとやばいってこれ、君沢砂川、もうやばい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 、もういや、久々に聞いた。これをまた取れと言われてもう不可能な、不可能ですね。本当世界に一つだけのダイヤモンドができる瞬間を僕は見させてもらった。よかった、はい、ファーストジングル賞1個取れた。いや、取ったよ、よかった本当はい、もう言葉はなく、みんながこれを聞いて楽しめた1年だったなと思いますので、これを僕からショートさせていただきたいと思います。はい、はい、では素直お願いします。ありがとうございます。はい、では、僕のラジオトークで特に印象に残っている出来事でしょうは、君沢さんのお父さんのエピソードなんかしたっけそんなえ、お父さんのエピソードなんかありすぎてそうそうそうごめんなさい、どのどうしようかな、トータルでうちの親父ってこと、トータルでそう、あのすごい印象に残ってるんですよ、うん、君沢さんのお父さんがすごい破天荒で面白い方なんだなっていうのがあって、あ、俺何話したっけ、 あれだ京都の、そうですそうです、京都で、あの君沢さんがちっちゃい、いや、めっちゃ笑わせてもらったなと思って、いや、はい、か、加藤ちょっと待ってください、今たった今すごいことが判明しました。今賞をくれたんですけども、俺の今話した話がお父さんの話カットになってた、おもろすぎる、もうそこまでがおもろいよいや、やっぱそうですよね、あれね、ギリセーフかなと思ったらギリアウトでした。そっか、はい、いや、でもそ、なんかそのカットされた以外にも、はい、多分もしかしたら父上のエピソードありましたっけ、いっぱい
やったっけ、なんだ、まあ、なんかあったんですよね。元ボディービルダーで、そう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 、そういう感じの、そう、海外に留学行きたいっつったら俺を倒してから行けって言った話とか、そう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 、そういう話、それはカットになってないよ、ね、それはまあギリギリ、ギリギリまあまあ本当にいろんなエピソード持ってる親父ですので、うん、自分のキャラを守るために作るためにボディービルダーにもなってるんで、なんか金沢さんの後ろに僕、はい、あの見えてます、あ、見えてる、あの守護霊みたいになってるけどまだ生きてるからねだとしたら生き量見えてるじゃない、そんで印象に残ってました、ね、いや親父よかったな、おめでとう、受賞したぜ、ありがとうございますおもろいな、さあじゃあ最後こちらの方も、称えたいと思います、はい、次こちら、私が最も輝いていた瞬間賞です。おお、なるほど、はい、自分が思う今の私輝いてるなと思う瞬間、うん、今年の瞬間を、まあ、教えてくださいということなんですが、うん、輝いてる瞬間ですか、あ、もうじゃあ浮かびました、あ、浮かびましたか、じゃあ私からいきます、じゃあ発表してください、お願いします。私の今年最も輝いていた瞬間賞はロードトゥーパーティーで、これからロードトゥーパーティー始めようぜって台本にない感じでむちゃくちゃお客さんに喋ってた瞬間です いや、いや、そうなんですよ、あれはまあ輝いてたんじゃないかな、みんな、うんうん、みんなこう、そうですね、総勢19名で、うん、ね、あのお台場に立ち、はい、展開区、疑似展開区ですよ、で住民たちもあんなに集まってくれて、うん、で砂も合流してですよ、はい、ほぼベストメンバーで、おー、なんか確かにそうだ、舞台以外であんなできる瞬間ってなかなかないですよ、はい、いや楽しかったし、うん、確かにすごいなんか良かったっす、良かったよね、司会もやってもらって、いやいや、あの癖しかないキャストたちをようまとめ上げた癖集団だからね本当にでもそのやっぱお互い何をこれからやるんだっていう中で、お客さんも含めね、そこでもうみんなが一つになれたっていうのをお客さんも楽しみに待っててくださってましたから、もうあれ、あら、もうすごい拍手だったじゃない、はい、あの時もわーっていう、それは本当にあのロード59ができてよかったなと、うん、もう瞬間でしたね、はい、はい、よかった、じゃあ砂ありますか、はい、じゃあ僕も発表しましょうか、僕が最も輝いていた瞬間でしょう、発表します、ドロロ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 ピカピカだった神器、神器っていうか、まあそうだねあの必殺技みたいなシーンがあったんです、見せどころが、はいはいはい、あの回ってる時僕は輝いてるなと思ってました、あの人間大観覧車そんなことじゃないじゃないっけ、人間回転後までしたっけいやいやもっとかっこよくじゃないですかヒューマントルネードそっちの方かっこいい確かあれ派手でむちゃくちゃ輝いてたよね、よく考えたあの土線かな、あ、そうそうそう、ど真ん中で確かにかっこよくしてもらったなと思って、ね、輝けたなと思いました、あれは輝いてた確かに、はい、うん、あれどんな気持ちだったの、あれ打ってる時ってめっちゃ強いじゃん俺って思って当たってねえけどそうなんだけども、確かにそんなこと思ってたのめっちゃおもろいねいやピカピカでしたよ、はい、お、まだもう一ついけるみたいなんで、じゃあ最後こちら、はい、いきたいと思います、はい、今年言われて一番嬉しかった褒め言葉賞、お、共演者でも友人でも構いません、うん、一番嬉しかった言葉とそして理由もぜひ教えてください、はい、ということですが、じゃあ私からいきましょうか、はい、もうまあこれかな、でもね、では発表します、はい、私の今年言われて一番嬉しかった褒め言葉賞は演出家の頼子淳さんから言われた第1弾終わった後の君ちゃん本当にお疲れ様です、おそうなんです、いやーなかなかね、うん、あの初めてだったんですけど、頼子淳さんといらっしゃって、うん、でこう初めてのプロジェクト で、はい、で原作もない中で初めて作っていく、でほとんどの
メンバーがいろんなとこから来てるから初めましての人が多い、うん、でマスクとかいうハンデもある中、時間も短かったじゃないですか、はい、パリ最初を生み出す、ゼロから1を生み出すっていうのは。でも記者会見までさせていただいてね、うん、もうハードルも高い中じゃあどう面白いものを作っていくかっていうことで、もうほんと現場でいろんなことを吸ったもんだして作ったじゃないですか、うん、もうこのセリフはこうしてみようとかこっちはこっちにして変えてみようとかいろんなことあった中で、うん、でも約束してたんですよ、よりこさんと初めましてなんですけども、うん、稽古前にちょっと共通の友人を あの入れてもらって、あのやり取りを始めましてさせてもらうときに、必ず、言葉だけじゃなくて稽古場で現場で、いいものを作ることを全力お互い尽くすことを誓い合おうっていう話を実はしてまして、そんな熱い、はい、でって言ったってやっぱりお互いやっぱなかなか手を抜いたりする瞬間もあったりするはずなんだけど、うんうん、やっぱり頼子さんは全くそんな素振りも見せず、もう最後の最後まで徹夜も続きながら最後まで稽古映像も作ったりしてくれてる背中を見て、あ、僕はこの人を絶対男にしてあげたいってもうつくづく思って、もうやれることは全部やって、みんなの力があれだけたくさん出れる 100% 出る舞台にしたいっていう思いのもと、やりきった後にいただいたお疲れ様だったんですよね。そんな裏話が実はあったんです。あら、そうなんです、いい関係性。いや本当にだから職場で会う時に一番最もかっこいい男だと思ってるのがやっぱり演出家の頼子さんなんで、本当に感謝をしております。すげーなー。はーい、まあ、ちょっと長くなりましたが、はい、じゃあ最後素直の発表お願いします。はい、僕の今年言われて一番嬉しかった褒め言葉賞はあなたでよかったです。おーい、ちょっとちょっと続きを読むポチッいやこれは、はい、いろんな人っていうか、まあ、僕が関わってきた人全員からもらって嬉しい言葉だったんですよ今年の、うん、まあ、ファンの人からあなたがこのキャラクターでよかった、この役でよかったっていうのもありますし、うん、まあ例えばこのラジオトックで君沢さんが砂でよかったってとか、そういう風に一緒に やれないとダメみたいなことも言ってくれるじゃないですか。そうだね、うん、とかそういうやっぱなんかオンリーワンみたいなこと言われるのがやっぱ嬉しいなって思いました僕は。いやそうよ、はい、このラジオは砂じゃないとダメだよ。ありがとうございます。お前がいいよ。いやよかった、お前じゃなきゃやだよ。お前でよかった。笑うしかできん。普通に照れ笑いしかできん。いやでも一番嬉しいよね。こう、いや嬉しいですよ。俳優としても人としても。やっぱどうだったかなって思う時あるじゃないですか。あるある。いろいろ役とかやってきて。あるある。うん、あれで落ち着く。これが。いやね、来年もより一層そう言っていただけるように、うん、我々頑張ってまいりましょう。頑張ります。はい。はい、というわけで以上、うん、個人的アワード2021でした。はい。ロード59新時代ラジオトーク。ここでロード59からのお知らせです。舞台第1弾のロード59新時代任侠特区と舞台第2弾ロード59新時代任侠特区摩天楼夜桜構想のブルーレイがそれぞれ好評発売中です。欲望を渦巻く摩天楼で巻き起こる生き様をかけた戦いの舞台をぜひチェックしてください。9月にゼップダイバーシティ東京で行われたロード59新時代任侠特区スペシャルイベントロードトゥーパーティーの期間限定リレー配信が1月10日月曜日まで実施中です。年始年末のお供に朗読劇とトークで送る大盛り上がりのイベントをぜひリレー配信でもう一度お楽しみください。そして現在池袋にあるストアミクサとブシロード公式通販サイトブシロードオンラインストアにて舞台第1弾の上演1周年を記念したロード59新時代任侠特区フェアが1月16日日曜日まで開催中です。今回のフェアに合わせた新グッズが多数登場するほか特典企画も行います。さらにストアミクサ店頭では一部キャラクターの舞台衣装の展示とキャラクターによるスペシャル店内放送も行います。12月はベネディクト様による店内放送でしたが1月からは別のキャラクターがお正月に合わせた店内放送を担当するとのことでこちらも楽しみですね。ぜひ店頭とオンラインストアの2つでフェアを楽しんでください。
さらに1月1日にロード59公式ツイッターで1月の店内放送を担当するキャラクターのギドラさん書き下ろし正月イラストを公開いたします。こちらのイラストを使用したグッズも合わせて公開しますのでぜひお楽しみに。ロード59新時代ラジオトークとロード59新時代任侠トークお嬢の寄り道ラジオの2番組のアーカイブ配信が YouTube にて公開中です。アーカイブ配信を記念したキャンペーンではこれまでの番組内で出演者が発した名言をシールにしてプレゼントをするとのことです。どんなワードが選ばれているのかとっても楽しみですね。ぜひこれまでの放送も YouTube で聞いてみてください。まだこの番組を聞いていないお友達にもおすすめしてくれたら嬉しいです。その他各情報の詳細は番組ツイッターや公式ホームページをご確認ください。以上ロード59からのお知らせでした。楽しい時間はあっという間ということでエンディングのお時間です。番組ではメールを募集しています。聞いていただいている響きラジオステーションのお便りを出すのバナーよりご投稿ください。たくさんのお便りお待ちしてます。というわけで年内最後の配信となりましたが、砂いかがでしたか。いやなんか最後の、ね、受賞式よかったね、はい、まあ、すごいなんかいろいろ振り返ることができて、うん、いい回になったんじゃないでしょうか。確かになんか毎回このラジオではバタバタね、うん、したり笑ったり楽しんでやらせてもらってるんですけども、うん、こう振り返った時に、うん、あこういうことがあったんだなと素直に認めて、うん、で褒められるって、はい、なんかいいねいいですね。なんかすごい振り返れたし、うん、まあちゃんと1年やってきたんだなっていう実感にもなりました、ね、いやいやお互い褒め合って、うん、そしてねこの番組をずっと1年支えてくださってきたスタッフの皆様にもやはり感謝というか、うん、本当にいつもね僕たちのことを見て本当になんかね本当になんか敵を見るような目でたまに見られるんですけども、まあ、それも基本はもう温かい目で見てくれてる愛情の塊だねそれもね、はい、本当にいつもありがとうございます。そして、この番組を聞いてくださってる皆様、うん、本当にありがとうございます。良い年末となりますこと、はい、そして良い年明けになりますことを願っております、うん、はい、これからもロード59の応援よろしくお願いします。お願いします。はい、それではロード59篠の目組柳博人役の君沢由紀とロード59白狼組氷室翔役の砂川修也でした。バイバーイ。